休憩前に引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。順番10に1番松浦君。1番松浦君。私は次の3つの質問をいたします。まず第1に、重大な問題をはらむといわれる自治基本条例制定に向けての動きから見える市当局の無責任、不誠実な体質を正します。仮称、自治基本条例の策定委員会に対して、橋本氏らしい自治基本条例の策定を丸投げしている実情は、市当局の責任放棄に等しいと。今後、橋本市政の重大な指針となる条例である。長年、精魂込めて市政を担ってきた自分たちが作り上げるのが、行政マンの誇りと責任ではないのか。それを橋本氏らしい案を使ってくださいと丸投げすることは情けない。また、市民に対する説明会といっても、各会場で頼んできてもらった数人の市民に対して条例案の骨子も示さず、雲をつかむような話をしている。さらに、市民の代表である議会に対して、内容に関する何の検討資料の提供もない。重大な議会軽視である。具体的な問題点については、議場で厳しく指摘します。次に第2の質問について、教職員の過酷な勤務状態の改善の進捗状況について伺います。1、改善の内容。2、チェックシートの効果と評判。3、なぜ公務災害、例えば過労死と認定するために極めて証明力の高い退勤時刻を簡単に記録できるタイムカードの導入を拒むのかを伺います。次に第3の質問に移ります。私が3月議会、6月議会で改善を求めた点、すなわち請負契約において橋本氏が請負人の契約違反によっていくら大きな損害を被っても請負金額の1割を超える金額についてはその賠償請求ができないという極めて不当な請負契約のひな形を改善したかを伺います。1番松浦君の質問項目1、自治基本条例制定の動きから見える市当局の体質を正すに対する答弁を求めます。総合政策部長。仮称、橋本氏自治基本条例の制定についてのご質問にお答えします。本条例は、今後急速に進むと推測されている人口減少、少子高齢化社会に対応すべく、市民の参画と市民協働をさらに深化させるため、その旗印として制定を目指しているものです。本条例については、特に市民協働の観点から、学識経験者や市民の皆さんの意見を取り入れながら、条例案を策定する必要があると考え、橋本氏自治基本条例策定委員会に諮問し、意見を求めているところです。一方、庁内でも自治基本条例庁内検討委員会や専門部会を設けて議論しているところであり、市としては、
橋本氏自治基本条例策定委員会の答申を受け、庁内でも議論した上で最終的に議案として取りまとめ議会に提出するよう考えていますので、ご理解をお願いします。なお、橋本氏自治基本条例策定委員会は先進地への視察を含め、これまで計3回の会議を開催し、活発に議論をいただいているところです。これに加えて、このほど委員会内に小委員会が設けられ、条例の名称や全文、章立てのたたき台の作成に取り組むなど、意欲的に活動を行っていただいています。また策定委員会は傍聴が可能で、会議で使用した資料や議事録もホームページ上で公開しており、今後も市民の皆さんとの情報共有に努めながら取り組みを進めたいと考えています。次に、市民に対する説明会については、まず今年3月15日から24日にかけて第1回まちづくりタウンミーティングを市内8カ所の各地区公民館で開催しました。この時期はまだ策定委員会が立ち上がっていない段階ということもあり、市民委員の公募、条例制定に向けて取り組みに至った背景、市の考え方を中心に説明しました。その後、5月に第1回橋本市自治基本条例策定委員会を開催するなど、今年度から本格的に策定に向けた取り組みを始め、8月26日から第2回まちづくりタウンミーティングを各地区公民館で順次開催しているところです。このタウンミーティングでは現在の取り組み状況などについて説明するとともに、地域の将来像についてのグループワークを行うなど、共同のまちづくりに向けた機運を盛り上げていこうと取り組んでいます。また議員の皆様からもご意見をいただきたいと考えていますが、現在は策定委員会に諮問している段階であり、骨子を含む条例案をお示しできる時期はもう少し先になると考えています。なお、条例案についての意見やパブリックコメントをいただく際は、解説や想定問答集を添付するなど丁寧な説明に努めたいと考えています。今後も住み慣れた地域で、子どもから高齢者まで地域全体で支え合いながら安心安全な生活を送れるようなまちづくりの実現を目指し、条例の制定に向けて取り組んでまいりますので、議員のご協力をお願いします。1番松浦君、再質問ありますか。1番松浦君。はい、骨子を含む条例案をお示しできる時期はもう少し先になると考えているという答えですが、これは自治基本条例を作るときに、こういう目的を持って作るんだと、この自治基本条例がなければ橋本氏の少子高齢化の社会をうまく運営していけない、だからこれとこれとこれが必要なんだと、そのためには自治基本条例が必要だと、そういうこのこれとこれとこれというね、なぜその骨子を示せられないのかと、橋本氏が市民から盛り上がってきてそれを作ろうというものであれば、まだ骨子は示せないかもわからないんですけどもね、橋本氏が作ると市から言い出したもんで、これをやるために必要なんだ、これとこれとこれという骨組み柱というものをなぜ見せられないか今と伺います。総合政策部長。これについては、過去からもご答弁申し上げています通り、この条例の柱というのは市民共同と
ということであります。市民と行政が共同で、さらにこの進化させていくという、市民共同を進化させていくという、そしてそのためにはこの柱を支えるものというのが必要になってくるわけなんですけれども、これが情報の共有と市民参画というものです。これらをもとにこれからの、市民主体の地域づくりを進めていく、そして、その地域づくりを行政が支えていく、そして、最終的には、将来像としては先ほど壇上でも申し上げましたが、住み慣れた地域で子どもから高齢者まで地域全体で支え合いながら安心安全な街を作っていくということにつなげるための条例の策定でございます。1番松浦君。この自治基本条例がなければ橋本市は成り立たないということですか。8割ぐらいの自治体がまだこれを作ってないと。しかし少子高齢化人口減少というのは日本大体全国的にその傾向があると。自治基本条例を作らなくてもやれるということでね、あまり役に立たんということで8割の自治体はそれをやってないんだ。どうしてもやるんだと、これをやらなければできないんだと、その肝っていうかな、そういうものを説明してください。総合政策部長。はい、この条例がなければ、これからのまちづくりができないというものではないと思っております。ただ、今議員もおっしゃった通り、人口減少、少子高齢化、やはりこの右肩下がりの時代において、やっぱりこれから目指していく姿ですね、これから市の方もいろんな施策をですね、展開していく中でも、やはり市民とともに共同して行わなければ、なかなかこの行政サービスというのが継続していかない。だから、そこにですね、転ばぬ先の杖といいますか、早い段階でですね、この意識してこの市民共同というのを市として進めていくということが大事であると思っております。1番松田君。なんか問いに対して問いに答える、問いを持って答えるというわけのわからん同じことの繰り返しばっかりですけどね。自治基本条例は一般的にはね、これはこういう問題点があるんだといくつかこう上がっているんです。客観的にみんながこう認める問題点です。でそれまずですね、最高規範という文言が自治基本条例に存在する場合、日本国憲法が最高規範であり、その下でその他の法律は平等である。同じように法律に基づいて制定される条例に上下はなく、自治基本条例が他の条例に優越することは法律上認められない。公法は全法を改廃するという立法の大原則にも反する。だから例えば最高規範という文言が案に入ってきたときにはどうするかと、そういう話やっぱ市当局考えとかなか、何も考えてないんですか。まだあるんですよ。例えば市民主権という文言を含む場合の問題点、市民主権とか地域主権という言葉は曖昧な政治用語であり、どうにでも解釈できる文言であり、法律や条例に文言として使用するべきではないと、こういうふうに言われている。こういう問題がある。どういうことあるんですか。まだなんですよ。市は自主的に法律の解釈及び運用を行うことを原則とするという文言も出てくる可能性がある。その場合、地方自治体が勝手に法令を解釈することは全国的に平等な法律の適用ができなくなり、バラバラの法律となってしまい、
憲法14条に反する、法の下の平等に反する、こういう問題あるんですよ。また、住民投票権を有する者は、本市に住所を有する年齢満16歳以上の者との規定がもし出てきた場合、地方自治法には住民投票についての規定はなく、法律上の根拠のない住民投票が議会の意思を拘束することはできない。また、投票資格についても年齢や国籍は地方自治体の参政権に応じて定められるべきである。単に住所を有する者と、どういう範囲か、こういう問題も出てくるんです。さらに、子どもは社会の一員として自らの意見を表明する権利を有するという条項が出てくるかも分からない。その時には過度な子どもの権利主張は結果的には大人に悪用されたり、必要以上に社会的対立を招く恐れがある。こういう問題がね、続々と出てくるんですわ。さらに、地区協議会を設置するという文言が出てくると。権限と効力の範囲が不明確だ。地域にはすでに自治会、区などが存在して、それらとの関係の整理が必要となりますが、これについてはどういうふうに考えているか。それ準備しておかなか。それが骨子だと私は思うんですよ。また、一般に市職員に広範囲にわたる徹底した説明義務を負わせているが、市民に対する説明義務を過度に負わせることは、市職員の本来の仕事に携わる時間とエネルギーを奪うことになる。とともに、いわゆるプロ市民の横行を誘発する危険がある。こういういろんな問題があるんですよ。この問題についてはどうするんだと。どうするんですか。総合政策部長。はい、今、まあ、6点ほどその内容、条文についてのですね、ご質問であったかと思います。まあ、基本的にですね、この条例というのは、憲法それから法律を超えるものではあっては、これはまあ条例ではないので、まあ、そのことについてはこの委員会の方へ、まあ、すでに一番最初からまあ申し上げておって、法律、憲法、法律を超えるようなものは条例ではない、その範囲内で定めていただきたいというふうなことを言わせていただいております。で、今まあ6点ほど、まあ、一般的な事例をいただいたわけなんですけれども、まあ、条文等の作成については、まあ、委員会の方で議論をしていただくということになってますし、で、まあ、内容等についてもですね、まあ、今の段階でまだ条文の策定にも、まあ、至っていないというところで、まあ、それについては、まあ、お答えすることもできないし、またその、まあ、条文の作る過程において、これは基本的にその市民共同で作っていくということですんで、私どもの方から、まあ、その枠を囲って、でそこにはめ込むような、あるいは誘導するような、ことっていうのは、これはまあ市民共同というものではございませんので、まあ、そういう意味において、その条文の策定の時に一緒になって検討をしていくということを予定考えております。いや、総合政策部長、松浦議員の質問は今先ほど述べた6点に関して、それについて、行政としてどのように考えて対応していくのかという質問でありますので、それについて考えているのか考えていないかお答えください。総合政策部長。はい、まあ、行政としての考え方というのは、基本的には、先ほど申したとおり、憲法、それから法律に基づいての範囲内で考えていくということでございますので、まあ、ここについて、まあ、私どもの考えを言うわけにはいきません。1番、松浦君。
何をバカなこと言ってるんですか。憲法法律を守ると当たり前の話じゃないですか。そんなことを言うて納得満足してるんですか。冗談じゃないですよ。そのと取り消してください。そんなしょうもないこと。はい、総合政策部長。はい、私どもはですね、先ほど壇上でも、述べましたけれども、現在庁内検討委員会の中で専門部会というものを作って、役所の中でも協議をしていただいております。その中で、先ほど言われたようなことについてもですね、専門部会の方で協議をの中にしていただいているものも中にはございます。例えば、住民投票条例ね、これについて、失礼、住民投票にかかる部分ですね、これもいろいろ、外国人の参政権であるとか、いろんな課題がですね、あるわけで、それについては当然のことながらですね、この条例の中においてはですね、そこの、この条例の中で住民投票のすべてを盛り込んでいくことはしなくて、これはまた別途そういうような住民投票条例という形でそこへ横出しをしていくというような考えを持っております。はい、1番松田君。矛盾だらけの答弁ですよ。市民共同だから市当局は何も言わないんで、皆さんにやって自由にやってもらうんだと先ほど言われましたよね。そうしたら今またこういうふうに横出しでやりますというのは、それに制限つけることじゃないですか。だからその辺のね、その曖昧なその場限りの答弁でやめてほしいよね。総合政策部長。委員会のですね、議論するイメージなんですけども、今現在、策定委員会というのがございまして、で当然、事務局というのが政策企画室にあって、で役所の庁内でも庁内検討委員会というのがあって、その下に、中堅職員を中心に専門部会というのを持っております。で、来月の中頃ぐらいにはですね、この庁内検討委員会の策定委員会のメンバーと、橋本氏の庁内検討委員会の専門部会のメンバーが、それぞれの条例なりを持ち寄って、意見交換会を行うと、いうようなことも考えております。これが、市民共同ということで、私が今申し上げたのはあくまでも、専門部会の中だけの話で、ですから、これからですね、条例策定には段階というのがありますので、次にはそういう、市の庁内の考え方と策定委員会の考え方、これをすり合わせていくというような過程を踏んでいくと。で、これが市民共同であると思っております。1番松田君。やっぱり矛盾だらけですわ。みんな任しておいて、その今の委員会、長男の委員会というのは市の市長の意思ですか、それとも単なる職員さんの同好会みたいなの集まりですかね。どっちですか。総合政策部長。
はい、この町内の検討委員会というのは、令期告示された委員会で、市長が定めたものであります。1番松浦君。そうしたら、そういう意見をきちっとね、いくつか の、 その柱の中に入れて、それで初めからこういう内容で作ってくださいと言うべきでね、できてきて、それであれあかん、これあかんって、そんな無責任な話、僕はないと思うんですよ。やっぱり市の意見はこうだと、これとこれとこれを柱から外してほしくない、そういう意見をきちっと言ってね、それでお願いするって言ったら分かるんですけども、市の意見はまだ決まってない、任してやろうと、あと出てきたことに問題があったらまた変更したらいいやと、どうもこの矛盾しているお考えと思うんですけども、いかがですか。総合政策部長。私は全く矛盾していないと思っております。市民共同というのは、やはりパートナーシップといいますか、その並立な関係で、行政と市民が、共に力を合わせて、行動していくというのが共同の本質だと思って、おります。ですから、議員さんおっしゃるようにですね、そういう外枠を作ってそこにはめ込んでいくような考え方というのは共同ではないというふうに考えております。私どもとしてはやはり一緒にですね、一つ一つですね、条文の議論をその場でですね、こうやっていきたいというふうに思っております。一番松浦君。策定委員会に何をお願いしてるんですか。初めから一緒にやればいいんじゃないですか。どうですか。総合政策部長。策定委員会についてはですね、今年のもう初めから動いているような状況で、ございます。で、それに引き換え、失礼、私言いましたが、町内検討委員会は、この年の初めぐらいから動いていると。でそれに対して、策定委員会が、制定されたのは5月ということで、やはり策定委員会のメンバーさんとですね、町内とで、ある程度認識を揃えた段階で、意見交換会をするというのが適当であると考えており、来月それを行っていきたいというふうに思っております。1番松浦君。それだったら初めから一緒にやればいいんでね、そうか、市としてはそんな考えかと、だいぶ自分らの考えが煮詰まってから、策定委員会にそこ煮詰まってから、そんなもん出すというのはね、どうも私は不誠実だと考えます。そうしたらこんな押し問答人でもしょうがないんで、請案が一つじゃお伺いしますけども、自治基本条例を作ると。作って、もういろいろ皆さん勉強されたらと思うんですね。それを前提と話したら、300の自治体がこうそういうのを作ってると。で、その自治体の自治基本条例の効果として、これを作ったから、今までこれが自治基本条例がなかったらできなかったの、これができるようになったと。こういう理由でできるようになったと。そういう事例あったら2、3教えていただけますか。総合政策部長。はい、第3回のですね、この策定委員会について、名張市の方へ、実態を聞きに行ってきました。これは第1回あるいは第2回 の策定委員会の中でも、やはり条例を制定した後、町がどういうふうに変わったんだろうと、で、それを見なければ、やっぱりその条文の作り込みにあたって、後々ですね、検証というか、することもできないなという、そういうような話で、先日ですね、名張市の方へ行ってまいりました。で、名張市はですね、
ちょうど、合併したときに、合わせて、条例を作ったという、そういうような背景があって、ちょっと私どもとは条件が違うんですけども、やはり名張市については、地域住民協議会というものを条例の下で作られて、これまた横出しでそういう条例は作られているんですけども、それぞれの小学校区の地域において活発な活動をされておって、でそれに対して市は夢づくり交付金のようなそういうものでも含めて支援をしているというようなことが確認されました。で条例による制定の効果というのは、基本的にですね、合併との調整の中ということもあって、必ずしも、検証というのはたやすくはないんですけども、やっぱり、住民活動というのが、すごく共同というのがすごく進んでいるなと、そういう印象は委員の方も受けたというふうに思っております。1番松浦君。橋本氏は今いろんな形でいろんな団体があり、で同好会があり、また活発に活動してくれている各町内会、区、自治会がありますよね。でそういう中でみんな協力して やってるんですよね。その一体性とか協力体制に対してこれがなかったらあかん。今のお話だと合併したからみんなまとまりやすいようにそういう条例作ってよかったでという話だと思うんですけどね。しかしもう橋本氏は別にこういう今申し上げたような欠点問題点があるような基本自治条例を作らなくてもね、今の体制で充実させていくと、足りないところは補っていくと、そういうことで私はいいと思うんですけども、それはそれとして、そしたらこれはお願いなんですけども、成案ができたときに市民に理解してもらうために、例えば市民会館でこう集まってもらって反対派賛成派と、そういうのをこういろいろシンポジウムを開いてパネルディスカッションでこう話し、皆さんに理解できるようにしてほしいと思うんですよ。でそれがやっぱりその時に来てくれた市民の方はこれに対して変更は加えられる権限ないんだけども、平木市長の姿勢に対してね、あこれはいいんだ、いいの作ってくれる平木さんを応援しようという人が出てくるか、それともその逆かね、いろんなやっぱ市民の方に広く内容というものを理解してもらって、それで魂あるものに作っていくべきだと思うんですけども、その辺 その パネルディスカッションとかシンポジウム、職員市民議員を対象にねやってほしいんですけども、いかがですか。総合政策部長。はい、今現在のスケジュールの中でですね、市民の皆さんあるいは、議会の皆さんにこの案をお示しできるのは今のところですね、あくまでも中間素案ということで、年末から年明けにかけてですね、約一月間程度ですね、パブリックコメントにかけようと思っております。で、なかなか、パブリックコメントを失礼、そのパブリックコメントをかける時期にそういうフォーラムあるいはシンポジウムを、行っていけないかと、いうことで、でその今内容についての、お正しいではあるんですけども、そういった今のご意見というのも検討させていただいて、この策定委員会の方へ、と協議をしていきたいというふうに思っております。1番松浦君。1番についてはこれで終わります。2番お願いします。次に質問項目に教職員の過酷な勤務状態の改善の進捗状況に対する答弁を求めます。教育長。教職員の過酷な勤務状態の改善の進捗状況についてお答えします。本市の取り組みとして、
4月から勤務時間チェックシートを導入しています。教職員の出退勤時間時刻はもちろん、学校内外の時間外業務時間をエクセルシートに入力し、月ごとの時間外業務時間を確認できるようにしています。このことにより教職員の勤務時間についての意識改革が少しずつではありますが進みつつあります。管理職については所属職員の退勤時間や時間外業務時間を把握し、適切な面談や指導を行ったり、週休日の振り替えや有給休暇の取得の促進等を図ったりすることにより、教職員の健康管理に努めているところです。しかしながら、教職員は従来からの出勤簿の押印も義務付けられているため、それに加えての入力作業にやや負担を感じたり、入力を忘れたりする教職員が少なからずいることも課題となっています。本質としましては、この勤務時間チェックシートは、公務災害が発生したときの詳細な説明資料にもなり、教職員を守るという観点からも有効なものと考えておりますので、今後とも学校と連携しながら継続していきたいと考えています。また先日、文部科学省の諮問機関である中央教育審議会の特別部会で、教職員の長時間勤務是正に向けた意識改革を促す提言がまとめられました。その中の一つに、教職員の勤務時間を客観的に把握するための方策として、タイムカードや ICT、情報通信技術システムの導入についての提言もあります。このことについては、国や県の今後の動向にもよりますが、本質としましては、各学校に整備されているコンピューターシステムを活用し、教職員の出退勤時刻の管理ができないかを調査しています。1番松浦君、再質問ありますか。1番松浦君。橋本市の教育委員会は、他の自治体に先駆けて、教職員の負担を軽減するために、クラリネットという公務支援、公務公じゃなくて学校の公、公務支援システムを導入したり、給食費徴収を3年前に教師の仕事から外しているという進んだ対応をしてくださっているということは、私も認識しておるところでございますが、しかしそれにもかかわらず、私が教職員の過酷な勤務状況の緩和を働きかけ続けているのも、まだ厳しい生命、心身の厳しい実態が現実にあるからであります。それでチェックシートの話ですけれども、ここではこういろんなことをチェックするために、その書かんなんというのは、どうも、教員の負担を軽減するために行われた手段であっても、かえってその点においては負担になるんじゃないかと、こういう懸念を前回 の議会の時にその場でさせてもらったんですけども、一応せっかくいろいろ考えて言ってくださったんだから、様子見てもらおうかということで静観してたわけなんですけれども、その辺についてのお考えというのはいかがでしょうか。教育長。はい、勤務時間のチェックシート導入後、約5ヶ月が経過しました。各学校に問い合わせてみますと、かなりの確率というか、パーセントで実施されています、実施状況については、まだ、しかしながら、勤務時間チェックシートの入力を忘れるという教職員もおることは事実です。で、そんな中で、職員のもう勤務時間の把握ができたこと、先ほど壇上でも述べさせていただきましたけれども、把握することにより、やはり指導も行えたこと、それから勤務の平準化、偏りすぎる勤務を是正するように努力できたこと、
それから職員会議の持ち方についても検討するようになったこと、それからワークシェアについても自分たちで語れるようになったこと等の利点はございます。ただ議員お正しの通り、チェックシートの入力に手間がかかるというそういう問題も一方でございます。ただ自分たちが提案したチェックシートにつきましては、退勤時間を入力する、持ち帰る時間をの時間を入力する、でその他備考ということで、月間の超過勤務時間が全て出てくるようなそういうシステムを作っております。そういう意味で言いますと、実際入力の時間というのは私自身は約3分程度かなと思います。ただそれが手間がかかるということは、やはり教職員の勤務の実態が厳しいんかな、厳しい、その3分でさえも厳しいというふうに考えています。ただ導入5ヶ月でございますので、学校として全職員でやはり勤務時間を減らしていこうよという文化の構築には、役立っていると、そのように思っています。一番松浦君。はい、でそれと最後のところなんですけれども、教育長さんが答弁されました最後のところで、コンピューターシステムを活用し教職員の出退勤時間の管理ができていないだできないかを調査していますというところなんですけれども、私が質問通告をしたときから何日か経ってますんで、この管理ができないかを調査しています、もう調査しているとはもうできていますか、それともまだ調査中ですか。教育部長。はい、お答えをいたします。そのシステムにつきましては、先ほど議員からもご紹介ありました、クラリネットと同様に、橋本市次期教育用コンピューターシステムという大きな、システムがあるんですけれども、そのうちのもう一つのシステムで、資材管理システムというのがございます。これにつきましては、パソコンの状況を調べるシステムでございまして、教職員450名に1台ずつパソコンが渡っております。その時に電源をオンしますと、まあ、自動で、その時間帯が記録されます。でまた帰る際にオフをしますと、その時間帯がチェックできるというシステムになっておりまして、それを利用した形で、退勤出勤出退勤の管理ができないかということを今現在調査をしておるところでございます。以上です。一番松田君。はい、結構まだ結果が分かったらお教えください。2番終わります。次に質問項目3、不当に不利な請負契約書のひな形に対する答弁を求めます。総務長。不当に不利な請負契約書のひな形は是正されたのかとのご質問についてお答えします。平成29年3月および6月市議会定例会において答弁しました通り、中央建設業審議会は当事者間の具体的な権利義務の内容を定める標準請負契約約款を作成し、その実施を当事者に勧告しており、発注者および受注者はその請負契約書に基づき契約を行っています。また市顧問弁護士及び市雇用弁護士においては、違約金条項にただし書きを追加した契約書を作成する場合は、民法第90条に規定する公序良俗の違反となる可能性もあり、契約内容が無効となることも考えられるために慎重にすべきであるとの見解をいただいています。平成29年6月市議会定例会終了後、早速国土交通省に出向き、
議員お正しの件について協議いたしましたが、当事者間の力関係が一方的であることにより、契約条件が一方にだけ有利に定められてしまいやすいというような請負契約の問題が生じるため、中央建設業審議会が標準請負契約約款を勧告しているということや、損害の立証が困難であるため、約金の割合を一定にしているとのことであったため、現在の請負契約書の変更は行っておりません。一番松浦君、再質問ありますか。一番松浦君。この中央建設業審議会はのその約款というのは、昭和24年に作成されたひな型です。これは戦後の混乱期において、発注者側が圧倒的な有利な立場で、業者の不利な立場にこう抑え込んで、それでも仕事をさせると、これは不当だということでできたものです。そういうのが今、そういう時代ではないと思うんですけど、まず一つずつ伺います。民法90条に規定する公序良俗の違反となる可能性もあると、弁護士さんが言うたというんですけども、公序良俗の意味ってどういう意味ですか。総務省。公序良俗につきましては、公の秩序、それから善良なる、善良なる風俗といいますか、そういうことで公序良俗という言葉があります。一番松田君。公の秩序、善良の風俗、これ短くして公序良俗って言ってるんですよ。で、公序良俗の意味って何ですかって聞いたら、長くしただけじゃないですか。そんな答えないでしょう。むちゃくちゃや。総務部長。公序良俗といいますか、その民法90条にも謳って、まあ、おります通り、公序良俗に違反する可能性が高いということを市顧問弁護士が、まあ、直ちにそれに触れるということではないですけれども、そういう可能性もあるということで、お答えをさせていただいたところです。一番松浦君。その公序良俗が何ですかと、具体的に何ですかと聞いてるんです。それに全く答えてない。もう橋本市役所どこにの問いにもって問いに答えろ。むちゃくちゃな話ですよ。きちんとやってくださいよ。総務長、意味合いを答えてください。総務長。私は一般的にですね、公序良俗という言葉なんですけれども、それにつきましては公の秩序、要するに秩序を保たなければならない、それが良俗、まあ、公の、まあ、規則正しい風俗と申しますか、その辺は、まあ、私は専門的な民法に専門的な知識はございませんけれども、そういう公序、公の秩序を乱すようなことをしてはならないということで発言をさせてもらいました。一番松田君。そしたらですね、今の請負契約、この条項がなかったら公の秩序を乱すことになるんですか。総務省。今の音出しでございますけれども、一般的に正し書きを適用すると、民法第416条は424に優越するということで、すべての契約書がですね、こういうふうな形に改正といいますか、正し書きを記入、正し書きを追加することは、公に秩序に、公の秩序に違反するということで、市の顧問弁護士からもそういう見解をいただいておりますので、そういうことはできませんということです。
1番松浦君。議長、お聞きの通り答弁になってませんよ。ちゃんとした答弁してもらってください。はい、いや、どういった形で、それが不当になるのか、松浦議員は、それを中心に質問されてますので、どういその行政がどういった場合にそれをすれば、暫時休憩いたします。再開いたします。総務部長。契約につきましては、市が一方的に契約書を作成して、それを、業者と、合意の印判をお支払いすると、要するに一方的な契約については公序良俗に反すると、あくまでも一方的に作成するということから、それを片方が有利な契約になるということについては公序良俗に違反するということです。1番松浦君。損害賠償の範囲なんですけども、民法416条は債務の不履行に対する損害賠償の請求はこれによって通常生ずるき損害賠償させることを目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見しまたは予見することができたときは、債権者はその賠償を請求することができると。これは損害賠償の大原則です。大原則、当事者間の公平を図るための大原則ですわ。それを今の約款は1割でええと、普通は全部払わんなん、債務不履行によって与えた損害賠償全部せんなん、にもかかわらず1割になってるのは私はおかしいと言ってるんですよ。当事者の公平を図るための大原則、これを曲げて1割にしてあるのがおかしい。これなぜこれを変えるのが公序良俗に反するんですか。一方的にって言われましたけども、契約というのは今請負はこういう状態で条件で入札してくださいと、希望者を入札してくださいって言うんでしょ。一方的にこれを飲み込めという話じゃないじゃないですか。納得してこれでも自分たちは利益が出るということで皆さん入札するんでしょ。1割がおかしい、これこそ公序良俗に反するんですよ、あなた方がやってることは。思いませんか。答弁願います。総務長。本契約につきましては、標準契約約款ということもございます。それと、全国的にこの約款を使っております。それで、ただし書きを追加するということにつきましては、やはり、例えば市内業者と契約するときに、橋本市だけが非常に厳しい条件で、契約をするということになればですね、市内業者の例えば災害の時の協力体制に影響するということも考えられますので、全体のバランスを考えまして、そういうふうな契約書を、正し書きの契約書を作るということはできないということです。一番松浦君。ちょっと特に止めてください。こんな正し書きなんて私そこでも今日言ってないんですよ。何を言ってるんですか。私の言うことに対してちゃんと答えてくださいよ。自分の思いの丈はダダダダって言うだけでな、私の質問に対して的確に答えてください。時間がもったいないですよ。橋本氏は、私が言いたいのはね、市民の犠牲において大きな損失を被る契約を平然としている、全国はそうだから私もこれでいいんだと、そんなバカな話ないでしょう。この前の保育園のことだってそういうことやってたために1億円損害賠償請求できなかったじゃないですか。これを変えれって言ってるんですよ。それをとんちんかんな答弁で時間ごまかしてしまうと、とんでもない話ですよ。市長どうですか。市長。
はい、松浦議員の質問にお答えをします。私どもも確かに松浦議員の言うことは、一理あるなとは思います。ただ、これから請負契約を市が有利になるような形に変えていくということが、本当に正しいのかというふうなことも、考えなければなりませんし、まあ、国交省の方からも、先日も私も一緒に行って、国交省の見解も聞かせていただきました。で、例えば、その、今1割を遺構補償保険でやってもらってますけど、それをほんとは2割3割にできるんかっていうふうな、そうした時に保険会社がそれを引き受けるのかっていうふうな問題もありますし、その中で市が本当にこれから工事を進めていくような状況になるのかっていうふうな、やはり業者との信頼関係もあるし、利己保証を1割から例えば3割に増やすということは、保険会社が全く市の業者っていうのをこう評価しないようになるかも分かりません。これは私保険やってたんで、利己保証もやってたんでよく分かるんですけども、まあそういう中で、じゃあ言います、今の制度を続けていきます。1番松浦君。保険会社で、保険会社は今まで通り1割をね払うような形で契約なんぼでもできませんか。あとその上乗せの2割1の業者が払うべきにすることだってなんぼでもできるんでね、全部について保険かけられなんていうことは何もないじゃないですか。そうでしょ。だからね、やっぱりそういう不合理なね、私も国交省を行って聞いてきましたよ。でここの話では制度の趣旨はこの答弁、制度の趣旨はこうだというけども、じゃあ橋本氏は1割じゃなくて別の額で契約、請負契約の約款を作ることはどうですか、ひな形を作ることはどうですか、私も当人に聞いたら、それは橋本氏の自由ですと国交省の役人が言ってました。2人おってね、で私がね聞いたら、それは橋本氏の自由です。でよくその役人がこう言うとった、ああ言うとった、その方の話では、私も地方の議会出向で行って議会も出ました。その時に苦しくなった、質問議員からされたら、国はこう言うとる、県はこう言うとるって、皆さん逃げてましたけど、松浦さん逃げられないようにしっかりしてくださいよと、その役人が言ってましたわ。こういう市長がそういう不合理な契約を続け、市民に損害を与えてもしょうがないという判断であれば、私これで質問終わります。以上です。1番松浦君の一般質問は終わりました。この際午後3時30分まで休憩いたします。